はい、皆さんこんにちは、ハンマです。今回はですね、アイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージをやっていきたいと思います。実況では初めてかな。まあ正月撮ったんだけどなんか録画されてなかったみたいな時期があったから、まあ、初めてですね。ということで、このステージならまあこのアカウント自体はもともとは本枠だったんですけども、実はですね iPod の方があまりにもガチャが良すぎたので、良すぎたっていうか、まあ、操作的にあっちの方がやりやすかったってことなんでね、まあ、今 Android 端末で、まあ、今録画してるのは Android 端末なんですけども、アンドロイド端末をそばかたしやってます。だけど、私もみんなも、もう僕数見ればわかるんですけども、お疲れ様です、プロデューサーさん。こんなね、静岡道のね、あれがすごいですよ。キュウリ勢がやばいんですよ。はい。まず、シムリンガハ。SSR 出てきてからびっくりして、うおーってなった後の、まさかのナコちゃんが同時にバーンと出てきて、そっから結構クールズはやばくなりましたね。で、ついでに、カエルさんも出ちゃって、これは相当やばいなと思って、まあ、今、ちょっと、パーティー？お疲れ様です。はい、まあ、このような感じで今パーティーとしてはなってるんですけども、まあ、ちょっと一旦に関してはまあ新田が好きだからっていうので、まだ新田にはしてるんだけど、まあちょくちょくいいものが来たら変えようかなとは思ってあります。で、今回やるのはですね、ガチャじゃないです。このステージはイベントやってるんですよ、シンデレラクラブで。で、今日で終わってしまうんですけども、まだやってないっていうのがあるので、まあちょっと一回ぐらいやってみようかなと思って。やるのは、おお、まあ、多分演奏をみんなに見せるのは多分初めてだと思うので、シブリンのキャラさんのネバーセイネバーやってみたいと思います。ここはあえて南で、それではやっていきたいと思います。なので行くよ、青い風が駆け抜けるように。怖いのは動きがガタガタしなければいいんだけどね。ちょっとここ無言になりますね。ずっと強く、そう強く、あの場所へ走り出そう。
マジか、やばいな。 これはちょっとやばい。ギリギリ A だけど、あまりにもナイスが多すぎる。楽しめたと思う。プロデューサーは？ちょっと足りないからもう一回。俺の好きなリーナで。だけどリーナのやつ出てこないんだよな、これね。あれまあやってこう。ああ、ちょっとあれだけど、行くよ。青い風が駆け抜けるように。じゃあこう。意外と俺リーナの方が苦手だったりする曲が。まあいっか。まあいっか。楽しめたと思う。プロデューサーは？はい。まあこのような感じで僕はいつも話すね。クール勢が多いのでクールの曲やるのがバカだけども、ということでちょっと一回だけガチャやってみたいと思います。今 SSR に姫川追加されたんですよ。姫川は意外と好きです。このように忍とか勇気春とか、いやもう最高だね。ということで、まあ 1.5 の確率で出ればすごいけどね。まあ SR 出ればもういいかなって思うけども、それではやっていきたいと思います。嘘、 SR 出てるやん。何？荒木ひなか。あ、でもどっちの方だっけ。スタメン確定です。
え、おい、おい、おい、おーい、おーい、まあいいや。ということでね、お疲れ様です、プロデューサー。またまたクールですよ。荒木ひな、まあこのような感じで。やべ、それはこれはちょっと想定外だわということで、ちょっとやばいんじゃないの？多分お疲れ様。で、こうやってこれで、あ、やばいわこの端末やばいわ。クールに関してはたぐいまれながらやばい。このステージは私を待っててくれた。ちょっと黙ってるけど、これは気にしないで置いてください。そろそろエンジンかかってくる時間かな、はい、私もみんなも。今回はですね、アイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージ、略してデレステの、まあ大きなイベントやってるみたいだね。およびガチャ挑戦してみたいなを一回やってみたの動画でした。また次回のデレステ、まだ完璧じゃない。もうまあイベントがあればどんどんやっていく予定ですし、それがアイドル、まあそれをゲーム実況していこうかなと思いつつも、まあ頑張っていければいいかなと思います。応援よろしくお願いします。ということで、以上、このステージならきっとアイドルマサーシンデレラガールズのゲーム実況を終了いたします。ご視聴ありがとうございました。それでは、私を待っててくれた。さよなら。